南会津町投入で県内の子どもたちを受け入れ合宿を行う米良の森南会津と題したプロジェクトが行われています。米良の森は放射能の影響で川や山で自由に遊べない子どもたちを南会津へ呼び、心と体を癒し元気になってほしいと始まりました。みんなどこ学校なの？このプロジェクトでは参加した子どもたちが小さな共同体を作り互いに支え合い活動します。ミル3人でいいの？いいよ、だって余ってんだもん。取材に訪れたのは8月4日、10人以上の子どもたちが活動をしていました。おかずチーム2つ。やだ、いい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 、やだ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 、俺味噌汁がいい。分かった、はいはい。何の係になったか。おかず。おかず。何作るの？活動はボランティアスタッフとともに薪割りや掃除、食事作りなど、みんなで話し合いながら行います。それ時間じゃないでしょ。おい、これまつわり。僕もゆうた一つ手持ってるんだって。僕でもゆうたくん危なくない？ほどえ、ゆうたくんね、前まつわり大人気だよ。大人気っていうかね、なんか得意っていうか得意。それで前ずっとまつわりやってて、そうそう、味見を見て、あの牛たち味見してるところを見て、はい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 、今日のメニューは何？今日は何日ですか？8月4日。8月4日夜、はい、玄米ご飯と何でしょう？白ご飯と白いご飯4個入れます。お待たせが決まりました。帰りましたか？わかります。帰りました。食事作りの初めの作業は火を起こすことです。裏山へ杉の葉を拾いに行きました。そばに落ちてるんだね。いっぱい落ちてる。あ、上の方にいっぱい落ちてる、ね、あるよ。まだ取らないでしょ。すぐためにやったらいいからね。すぐ前にやることがあって。あ、そことこ怖いね。大丈夫？うん、手が下にないようにするんだ。うん、かけるから、玄米のと白米のと両方ともつけて。玄米両方ともあるよ。杉の葉入ってるの？杉の葉が入ってる。私は、ね、なんか火がどうやって燃え移っていくか。出た、うん、マッチを使うのも難しいようです。仕掛けてんの？思いっきりいい。じゃあ、あ、オッケー、あるで。うちは、あとうちは、ウィーン。あ、つくかな？一発。つかないんじゃないか。ゆうた、これ、それ返して。それ。こっちは持ってきたから。あっつ。あっつ。やったー。手伝いしてんだけど。やだ、これ、タイギル。タイギルじゃないよ。もっと、いっぱいおいで。やっと火がつきました。20本あったマッチはほとんど使ってしまいました。ゆうた、ここ火のそばにマッチ置かない。おいでおいで。火ついたね。うん、何これ。必死です。あれ、ついた？つかない。この日は新しい看板もできました。この古民家は何日もかけて改修し、子どもたちが泊まることができるようになりました。こんな状態でしたから、はい、うん、あれがほら、本当に
これ剥がして、これからまた床板を剥がして、それから下をやってってことで、東京から日帰りボランティア来てくれたりとか、本当に大変な形で。だから住めるようになったんでしょう。でしょうね。で、あとこれは今来てる子たち、どれ？これは今来てる子たちが、あそこの神様を洗っている時に、はい、洗ってるとこですね。ここで一週間過ごすためには、保護者が一度下見に来て、準備を手伝うのが決まりだそうです。自分たちで決めて、自分たちで話し合い、活動する。でこれ今、れいちゃんは、このれいちゃんですね。はい、準備で。あ、準備してるんだ。時に来て、はい。うちの。え、うちの。うん、お掃除大変だった？お掃除大変だった。お家ではお掃除する？お家ですな、ちょっとしか。他でいっぱいしたな。ね、何回も来たもんな。うん、4回ぐらい来た？そうだな。一番来たな。いっぱい来てくれたな。いっぱい来た。このプロジェクトを立ち上げたのは、豆乳に民家を借り移住した大西さん夫婦。じゃがいもを取ったやつを食べました。子どもたちに薪割りや活動のヒントを与え、一緒に活動します。ねえ、ルパン。ルパンか。ルパン、ルパン。じゃあ次、ねえ、ルパン、分かりきれんの？なんで俺聞いてんの？どうしたらいいんだろう。活動は多くの人に支えられています。そうですね、まあ、本当にありがたいことにこの場所も、うん、あの親さんのご厚意で借りさせていただきましたし、集落の皆さんも一応区長さんにもご挨拶したりとか、この周りの家は全部一軒一軒回って、まあ、一応子どもたちが来て、あの、まあ、道路へ遊んでたりとか、そういうことがあるので、ちょっとご迷惑をおかけしますってことで、まあ、それも、はい、全然大丈夫だよって言っていただいたんで、はい、あのやっぱりここに住んでて地域に溶け込んでたから、うん、家もなんか借りられたのかしら。どうでしょうね。消防団も入ってますし。消防団。一番近いんで僕。はい、もうすぐもう10秒で、うん、で、まあ他の皆さんね、うん、仕事でやっぱり外へ行ったりとかしてるので、僕はいるときはまあ基本的にはそこで仕事してますから、はい、うん、なんかあったときには、はいはい、あの普段は毎年夏休みになると全国的に募集してキャンプしますよね。今年はもうそれをしないで、そうですね、震災のためにって考えたんですね。はい、そうですね、もう3月11日以降やっぱり別の世界に生きているっていう感覚で行かないと、やっぱりまあ時代は変わったと思うんですよね。うん、で僕自身もやっぱりその前、思ってたこと考えてたことよりも全然知らなかったこともいっぱいあったので、はい、それをやっぱり自分の中で整理して次のところへやらせてもらっています。はい、私がやっぱり驚いたのは、はい、あのただ呼ぶんじゃなくって、うん、全あの条件としては親が来るとかして準備も加わるということでしたので、うん、それはやっぱりやる前からそういうのをどこかで考えてたんですね。まあ、基本的に僕たちの支援学校のコンセプトとしては、みんなで一緒に大家族としてやっていこうというのは前からあったの で、うん、でまあ、今回は本当に途方もないこれできるのかなっていうところから始まってましたから、本当に僕一人では心が折れてしまうし、作業やる気も起きなかったです ね、 ここね、その家を入ってきて、はーっていう形ですごい、ね、すごいんだもんね。いや、もうすごかったです。だからその中で人が来たら一緒にやろうと、だから仲間が2時間来てくれたらその分だけ一緒にやって進んで、で次また1時間仕事早く終わったから行けるよって言ってくれたら、あ、じゃあ一緒にやろうと、それをつないでつないで、本当にあのお父さんお母さんたちもその休みを利用して来てくださって、来た時はみんな唖然としてましたよ。これとうちの子供たち預けられるのか大丈夫なんですかっていう。でも逆にそれで本当にあの進んでいく様子も分かったし、自分たちでやってるからあの様子も分かるので、
でこの周りも散歩してもらったりとか、はい、あの僕らとも顔合わせしてもらって、いいと思ったら来てくださいってことで、はい、見てね、納得してから ね、 ね、はいはい、意外にあの、福島市の方とかね、うんうん、この浜のギリギリじゃなくて、はい、原発のギリギリじゃない方もいらっしゃってますね、うんうん、やっぱり心配してるんですよね。そうですね、で、まあ、状況はもう皆さんも本当にバラバラで、あのお家が本当に壊れてしまっている方もいらっしゃいますし、でお家は大丈夫だけれども、ご実家はやっぱり今度東北の方で津波に遭われたりとか、そっちの方をやらなきゃいけないとかですね、でもちろん原発のこともあの心配されて、学校はもう本当に今子どもたちは、何をしていいのかわからないような状況で、運動会できない、プールも行けない、マスクで通わなきゃいけない、でも帰りにはマスク取って帰ってきてしまったりとかっていうのはあると思う、ね、そういう状況を見て、何かって言ったらこれしかないっていう風になったのね。自分の中では最初はですね、その避難所の方へ僕らが行ってできることがあるかなと思っていたんです。3月の直後にあの津波の地域に行きましたけれど、帰ってきてからどうしようかなと思ってる時に、一回その受け入れをしますかっていう問い合わせが来たんです。僕はできませんって言ったんですね。お金もない、施設もない、その人もいない、この中でどうしようかなと思って、で一回ごめんなさいと、でそれがすっごい恥ずかしかったなと思って、そのやっぱり自分が、そういうふうに、まあある意味人事ですよね、うん、自分のところでやれることがあるっていうのを探さずに、そのできない理由を並べるということで、やっぱり申し訳ないなと思って、でそれがこの結局最後には今この原発の事故とか社会の無関心な感じとか、 そういうことを生んでるんだなと思って、やっぱ自分が当事者だなと思って、だからそこからやっぱり変えたいなと思って、やっぱり自分でできる理由を探そうと思って、逆に目の前を見たら あこれあるなと思って、でもこれかと思って、うちの3倍でかいなと思って、ちょっと1回だけ見せてもらったら、もう途方もないなと思って、畳は腐ってるし屋根も雨漏りしてるし、はい、で物はもういっぱいあるし、はい、どうしようと思って、じゃあ物を捨てたり、もう、はい、この木、はい、なんかもうなんか向くのいやこれは畳が合わなかった、畳古畳もらってきたんですよ、もともと家の大きな本間のやつは腐ってたので、はい、全部捨てましたけど、はい、でこれは古畳を探して、はい、なんとかいただけるってなったんですけど、寸法が合わないので、これも、はい、2回ぐらいボランティアに縦岩の方が来てくれて、でちょっとずつやって1回目で終わんなかったからまた来たのって、でもこうやって整備をして、一緒に仲間と整備をして、お母さんたちと整備をして、はい、実際本当にね、始められて、はい、やってよかったですね。いやーよかったですね、いいですね、はい、大変ですけど、でただやるんじゃなくて、はい、もう子どもたち自ら決めさせてますね、はい、僕はご飯食べさせてもらってます楽しそうな様子を見せていただいて、はい、あと最後に、さっきもお聞きしましたけど、資金面っていうのは大変だと思うんですね、はい、一つはチラシご支援のお願いということで作らせてもらって、お願いをしています。あとそれを、まあ、僕の友人とか全国にいるところへ、送ったりとか郵便で送ったりとかで、メールで送ったりとかホームページで出して、であとはその自分たち その集まりのところで、参加費を集めたらそれをこちらに送ってくれるとかですね、あと英語の塾をやってるけれども、その英語の塾の会費の一部を子どもたちの活動に使ってくださいということで継続的に送ってくれるとか、はい、もう本当にいろいろで、一人は僕のところに毎年キャンプに来てる子どもが小学校1年生ですけど、急になんか1万3000円ぐらい送ってきたんですね。それは何だろうなと思ったら、そのまあ学校の募金には一切反応しなかったけれども、その僕が今やってることを親から聞いて、で自分が3年間かけて貯めたお小遣いを全部出す。だからそういう自分が本当はこの夏僕とキャンプを行って楽しみたかったんだけど、それをやってることが分かって、で自分の持ってる
まあ、1万3000円で結構持ってるなと思ったけど、でもその全部じゃなくていいって親は全部じゃなくていいよって言ったんだけど、うんうんうん、いやもうガンと聞かずに、ね、全部出すと、うん、ボランティアさん東京からこの活動に賛同し参加しました。この活動にはまだまだ支援が必要です。ボランティア、資金面など皆さんの支援があればより一層充実した活動ができます。このプロジェクトへのお問い合わせは豆乳大西拓也さんまで。電話は 0241-66-3371 です。